ジョン・スミバートによる肖像画1727年が、第13代モートン伯爵ジョージ・ダグラスは、スコットランド貴族、軍人、政治家。1681年から1730年まで、ジョージ・ダグラス閣下の儀礼称号を使用し、1708年から1730年まで、庶民委員議員を務めた。第10代モートン伯爵ジェームズ・ダグラスと安平の4、 男として1662年に生まれた。1685年にスコットランド陸軍に入隊、以降昇進を続けた後1709年に軍から引退した。1708年イギリス総選挙でクイーンズベリー公爵派の一員としてスコットランドのラナークバーグス選挙区で当選したが、この時は活動的ではなく、 投票もヘンリーサシェベレルの弾劾が審議された時の一回だけだった。1710年イギリス総選挙で再選した後はより活動的になったが、1713年イギリス総選挙以降は活動が少なく一時は通り等か保育等かで意見が分かれたほどだった。 1715年イギリス総選挙でラナーク・バーグス選挙区から再選を果たした後は1回を除き与党保育党の一員として投票。1722年イギリス総選挙ではラナーク・バーグス選挙区で落選したものの多くに及びセトランド選挙区で当選して議席を保ち、1727年イギリス総選挙でも再選した。1725年 オークニー及びシェトランド党官に任命され、1738年に死去するまで務めた。兄ジェームズ・トロバートが生涯未婚のまま死去すると、モートン伯爵の爵位を継承した。その後、1730年から1734年まで、スコットランド貴族代表議員を務め、1733年から1738年まで、スコットランド副帝徳を務めた。 貴族代表議員としては1733年5月の南海会社に関する弁論で与党の一員として投票した。1738年1月4日に死去、長男ジェームズが借位を継承した。デイビッド・ウィルキンソンは英国会員士への寄稿で軍人としてのダグラスを有能ながら平凡投票した。一人目の妻はアレクサンダー・ミュアヘッドの娘だったが、二人の間で、 成人した子女はいなかった。その後、フランシスアッタリーと再婚、三男を設けた。ありがとうございます。